はい、皆さんこんにちは、モフリココとパピネンです。あかんよあかんよ、今日は2022年、あかんよあかんよ、10月のブルームボックスの中身のご紹介です。はい、まずはこれ、いつものオルフェスのマスク、ダイヤモンドモイスチャー、1枚193円のやつで、相変わらずプロデュースはジャパンやけど韓国製のやつね。はい、そして次が佐藤製薬さんのエクセルーラリンクルエッセンス 50ml 4180円の、これ現品ね。ここのパンフのここのやつ、この佐藤製薬さん今ものすごい力入れてはんね。そんなこれの成分をちょっと見たんですが、ここですね。なんかまあ悪いことはないけど、そんなええとも言えん普通の美容液かなと思います。まあ 50ml 入ってるいうとこが、まあコスパが良くて良心的かなという感じですね。はい、そして3つ目がこれ、アンブリオリスのジェントルクレンジングミルク 200ml 3300円の、これが 50ml のサンプルです。でこれがですね、なんかダブル洗顔不要のクレンジングメイク落としと書いてあったけど、まあまあ微妙やわな。でもフランス製なんで、またここに天然由来成分 95% って書いてあるし、使ってみたくなる感じはありますよね。まあちょっと使ってみようと思います。はい、そして次がハーバニカのシャンプー&コンディショナーのサンプルです。でこれですね、成分の方見てみたんですけど、これシャンプーここに書いてあるんですけど、ダウリル系もラウレス系も入ってないんですね。今時のシャンプーってかなり進化してるっていうか、うーんって感じです。なんかもうほんま時代は変わってきたなぁと思いました。そんなこれシャンプーね、早速使ってみたんですが、とても良かったです。いい感じでしたよ、ありがとうございますという感じです。はい、そして最後のこれがエッセンシャルフラットクセうねり解きほぐしセラムエクストラ 120ml の原品で、一応顔の製品ですね。でこれは何や、頑固なゴワゴワくせ毛用とかやつで、これがとにかくまず最初この箱から出しにくかった、ものすごい出しにくかったわ。ほんでどんなすんねや、あなんか直接つけて朝のスタイリングでスルンとまとまる、なんかもうよくわからない感じ。私あんまりこういうの苦手なんでね。でまあ内容的には、あシリコンとか入ってんなとか思いました。まあ良くも悪くもなくという感じの、ヘアアイテムがやってまいりました。はい、こんな感じの5アイテムとなっておりました。使えるものもあったし、なかなかいいなと思うのもあったし、これも良かったし、これだけちょっと微妙やったけど、まあまあ今回も良かったです。また来月が楽しみです。では皆さん、次回またお会いいたしましょう。